はい、こんにちは、まさきしんやです。今日もね、また週にもう2回か3回ぐらいね、山下公園とかこの横浜のね、海の見えるところに、まあ、来ちゃってるんですけども、だいたいね、今僕が住んでいるところから車だと空いてれば30分ぐらい、30分ぐらいで来るかな、なんですけどね、もうそもそもね、この山下公園から徒歩圏内に住んでいたということもあってね、久しぶりにね、やっぱりこっちの方に来て、あの海を眺めたり、こう歩いてたりすると本当にね、気持ちがいいってね、この季節少し涼しくなってきて、まあそんなこんなで、今日は山下公園でまた動画を回そうと思ったんだけど、その僕がよくね行ってた、雨降ってきた、違うな、よく行ってたね、まあご飯屋さんとかいろんなところがあって懐かしいなと思って回ってた。でちょっと羽を伸ばして横浜橋商店街ってところがあってさ、そこのところでよくさ、すごい商店街長いんだよ、その入り口のところ、今公園がここは、ね、公園のところにいるんだけど、その公園の先っちょの、入り口のところにね、天丼屋さんがあって、そこでよく食べてたの、すっごい天丼山盛りで美味しいところで、味噌汁飲むって言われるんだよ、味噌汁飲むって言われたから、あ、じゃあ味噌汁も飲みたいですとかって言うじゃん。で味噌汁出てくるんだけど、そうするとね、ちゃんとね200円ぐらい取られてる、200円か100円だからちょっと忘れる、取られてるっていう、面白いね、でも美味しい天丼屋さんがあって、で今日はそこのところでね、まあこの買ったのも、そう買ったものがあって、今日はなんで公園でこれね、今ねちゃんとすごいちゃんと結んでくれてて、韓国のねお姉さんが、勧められてっていうか、まあ買いたくてね、見てこれちゃんじゃ、これねタコのちゃんじゃ、これね試食させていただいてすごい美味しかったやつ、そして白菜キムチ、これ1本丸ごと、これ600円、このちゃんじゃがいくらか忘れた。でこれ見てカニ、あ、じゃーん、これカニですよ、カニ、カニがたくさん入ってる、結構大きいよ、そうカニが入ってるキムチみたいなやつ、これをね、こう持って帰ってね、家でねこう堪能したいと思います。ということで、はい、ただいま帰ってきました。でん、これが気持ち、そしてこれがタコのちゃんじゃ、ちょっとこれ開けてみよう、見てこれ、これがね、試食した時にめちゃくちゃ美味しかったっていうね、ちょっと用事、あーというね、ちょ、これ何日持つのかな、うわ美味しそうだね、これ見てこれ、いかげそ、コリコリして美味しい、よだれたりそうね、これあったら何にでも食べれるんだ。そしてニン、カニ、これカニもね、なんかね試食はもちろんしてないんですけど、何これっつったら、カニが生でこのあれにつけてあるようですね、カニ、カニなんですよ、もうねこれ生だから、チュパ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 しゃぶりながらおそらく食べるんでしょうね。で最終的に、まあ、僕がね一番何が欲しかったかっていうと、この白菜キムチ、本場の白菜キムチなんでね、これをね、まあ、切っていきたいんですけども、あっ、硬えな、このねお姉さん優しくてね、家どれぐらいなの、どれぐらい近いって言われて、いやちょっと車で走んないとダメかなっつったら、もうじゃあね、このペットボトルのお水、あれペットボトルの水、これこれね、中に氷が入って、中の氷が、これアルカリイオン水だから帰ったらね、これ捨てないで飲めるよって言われて、これですごい冷やしてるから大丈夫だよって言ってくれて、で、とりあえずこのキムチをね、何等分かに切って、タッパーないから僕は、お皿にね、うわ、これ手ぐちょぐちょになるよ、やばい、うわっ、よっしゃ、見てこれ、これ絶対美味しいと思うんだよね、俺キムチ大好きなんだよね、
これをほら、これここがキムチのヘタのところかな。これを切っていくんだろうけどもさ、よいしょ、これどうやって切るんだろう。うわ、ちょっと手洗わないとダメだな。まあいいや、洗わなくて、ね、とりあえずここから切っちゃおうか。ちょっと今こう目の前にカメラがあるからすごいやりづらい。ここでいいよね。ちょっとやりづらいんだよね。まあいいや、よし、これで、ね、でっかく切った方がいいな。これを、初めてだ俺こんな丸で買うの、ね、これ、うわ、これをとりあえずお皿にさ入れて何日も分けて食べれるねこれね、まあ、そんな感じでさ、これこう、まあとりあえず今回横浜橋商店街に行ったけどもさ、今日実は不動産屋さんにさこう目星、この間も行った時にね、あ、すごいな、このマンションいいな、ちょっと入りたいなと思ったところがあって、中 見たいなと思って、家に帰ってね検索したらね、不動産屋さんが出てきて、マンション名でやったら、それでちょっと今日は中見たいなと思って、中見たらさすごいめちゃくちゃ良くて、キッチンとかもすごい良くて、あ、これなんかいいなと思って、それでどうしようってすごい悩んで、それでなんか決めちゃおうかなみたいなところまで行ってるというか、決めちゃうというか決めてきたのかな、よくわかんない、まあそこでまああれなんですけども、これからねちょっとね料理をねこう IH でずっと作ってるとね、ちょっと鍋触れないんでね、炎でねちゃんとできるところでね、料理をしたいななんて思ってね。あとはやっぱり海が近いっていいね、ほんとそう思うよ。ででーん、とこのカニのやつと、あともやしかなんかを炒めてね、サクッと食べたいと思います。それではね、さようなら。いやー、キムチが傷口にしみるぜ。